皆さん、こんにちは。今日は上皇后美智子様に関する最新のニュースをお届けします。美智子様の健康や日常生活に関する情報がいくつか報じられていますので、それを詳しくご紹介いたしますね。まずは2024年6月3日に発表されたニュースです。なんと美智子様が新型コロナウイルスに感染されたことが分かりました。宮内庁の発表によれば、美智子様は前日から咳の症状があり、喉に違和感を感じたため PCR 検査を受けたところ陽性と判明したそうです。幸いなことに美智子様の症状は非常に軽症であり、当面は仙洞御所で療養されるとのことです。一方、上皇様には症状はなく、 PCR 検査の結果も陰性だったと確認されています。このニュースは日本中に大きな波紋を広げました。美智子様はこれまで数々の公務をこなし、多くの国民から愛されてきた存在です。そのため健康状態に関する情報は常に注目されています。皆さんもきっと心配していることでしょうが、軽症とのことで早期の回復を心から祈っています。次に2024年3月17日に報じられた内容についてお話ししましょう。美智子様が集計恐怖を患い、外出を控え引きこもり生活を続けているという報道がありました。昨年には美術館などの施設を訪問して取材を受けることもあった美智子様ですが、今年に入ってからは外出の回数が激減し、ここ3ヶ月間ほどは仙洞御所に引きこもっておられたそうです。約3ヶ月間美智子様は国民にお姿を見せていません。昨年12月に上皇様のお誕生日に際して宮内庁が公表した近影もかなりお痩せになっている印象だったので、心配の声が聞こえてきますと皇室ジャーナリストが語っています。美智子様は2019年に乳がんの摘出手術を受け、その後も心臓の弁に異常が見つかるなど体調が万全ではない状態が続いていたそうです。さらに右ふくらはぎに血栓が見つかるなどの健康問題もあり、引きこもり生活を余儀なくされているとのことです。加齢で足腰も弱ってきているはずですし、耳が遠くなられているという話も聞いたことがあります。お二人でお出かけされた際にも上皇様を支えているようで、逆に美智子様が支えられている印象も受けます。できる限り上皇様をお支えしたいというお考えがあると思いますが、ご自分の体調がその思いに応えられていない状況なのかもしれませんと上皇職関係者が語っています。さらに体調不良に加え、美智子様は事故の外見に対する深刻な悩みを抱えており、集計恐怖に陥っているとのことです。ある上皇ご夫妻の関係者は次のように語っています。昨年までの美智子様は活発に文化活動に参加され、美術館や展示会などを訪れる姿がよく目にされました。しかし最近の美智子様は公の場に姿を見せることがめっきり減り、その理由には多くの憶測が飛び交っていますとのことです。美智子様は鏡に映る自分の姿に落胆し、美容整形を検討されたこともあったそうです。しかし上皇陛下から、この年齢で美への執着はふさわしくないという厳しいお言葉を頂戴し、さらなる心の傷となったといいます。美智子様の外出を控える理由は、体調不良や社会の目に加え深い事故の外見に対する不安があるのです。次に2023年1月7日に報じられた内容についてお話しします。この報道では美智子様が雅子様に対してコロナ感染を狙った捨て身の行動を取ったとされています。この報道によれば、美智子様が一般参賀に参加された際、体調不良にもかかわらず全くお手振りをしなかったことが問題視されました。上皇ご夫妻が先月下旬から風邪をひき、万全の体調ではないまま一般参賀などの新年行事に臨まれていたことが分かりました。今はほぼ回復されているということです。上皇ご夫妻は2日3年ぶりに行われた一般参賀に午前の3回出席されました。側近によりますと、上皇様は先月23日89歳の誕生日を迎えて誕生日の行事に臨まれた翌日頃から発熱など風邪の症状が出て、万全の体調ではないまま一般参賀に出席されていたということです。同じ頃、
上皇后様も風邪の症状があったということです。お二人とも今はほぼ回復されているということです。一般参賀で上皇后様が上皇様の背後に立ち、参賀者に手を振られていなかったことについて、側近は上皇様をお支えしないといけないという気持ちが強かったのではないかと思うと述べました。また上皇ご夫妻は大事な新年行事をないがしろにできないという固い気持ちで望まれたと思うとも述べました。上皇ご夫妻は元日には天皇ご一家らから新年の挨拶を受けられていましたとのことです。さらに宮内庁関係者は、実は発熱が確認された当初、宮内庁の内部からはもしかしたらコロナやインフルエンザにかかっておられる可能性もある、陛下や雅子さまに感染させては大変だということで、上皇ご夫妻には一般参賀を欠席してもらうべきとの意見が優勢となっていました。しかし上皇陛下が欠席を望まれた一方で、美智子さまは何が何でも一般参賀には参加すると言って聞かなかったそうです。美智子さまがここまでして一般参賀に出席されることを望まれた理由として、一つには国民の前に立って目立ちたかったということがあるのだと思いますが、その他宮内庁では捨て身で雅子さまにコロナやインフルエンザを感染させてやろうと考えておられたのではないかといった声も上がっているようですね。まあ美智子さまならやりかねないことでしょうと述べています。このような報道に対し多くの国民が驚きを隠せませんでした。美智子さまがこのような行動をとった理由や背景には深い闇があるのかもしれません。最後に2023年10月21日に報じられた内容についてお話しします。この報道では美智子さまのストレスが原因で左手が壊死してしまったことが明らかにされました。数々の超高額衣装の購入による税金の無駄遣いや、平成の時代の雅子さまいじめの黒幕であり主犯であったのではないかといった疑惑などにより、現在多くの国民から批判を受けている上皇后美智子さま、こうした状況を見かねてか、最近では皇室専門家を自称する学者やジャーナリストが次々に美智子さまを称賛もしくは擁護する記事を次々に配信しているようです。以下の記事はそうした美智子さま上げ記事の一つです。上皇后美智子さまが20日89歳の誕生日を迎えた。民間から皇室に入り皇族としての務めを果たす姿はその華やかさとともに注目を集めてきた。そして美智子さまの意志と気品は雅子さまや愛子さまたちへと受け継がれている。24歳の時、想像すらできなかったこの道に招かれ、大きな不安の中でただ陛下のご自身のお立場に対する揺るぎないご覚悟に深く心を打たれおそばに上がりました。平成が翌年に終わる2018年10月の誕生日にあたり、皇室に入った時のことをこのように振り返った美智子さま。昭和の時代、上皇さま、当時は皇太子や美智子さまの外遊は第二次世界大戦の生々しい記憶も傷跡も残る中だったが、その華やかさは注目を集めた。18年11月の誕生日に際して美智子さまはそれまでの月日をこう振り返っている。皇太子妃、皇后という立場を生きることは私にとり決して優しいことではありませんでした。与えられた義務を果たしつつ、その都度新たに気づかされたことを心に留めていく、そうした日々を重ねて60年という歳月が流れたように思います。そして公務をこなしながらの子育てについてはこう綴った。3人の子供たちは誰も本当に可愛く、育児は眠さとの戦いでしたが大きな喜びでした。1993年皇太子様、当時と雅子様のご成婚が執り行われ、外交官というキャリアを積んだ美しい皇太子妃の誕生に世間は新しい時代を感じた。その後、秋篠宮家では眞子さま、小室眞子さんや佳子さま、2001年には皇太子様と雅子さまの長女愛子さまが誕生し、皇室はさらに華やかさを増していった。宮内庁によると、美智子さまは赤坂の仙洞御所で季節の草花を楽しみながら上皇陛下と穏やかに過ごしている。お二人で朝夕に散策したり、
昭和の時代から続けている朝食後本の音読をしたりして規則正しい生活を送っているという。歯が浮くほどのお世辞とはまさにこのことでしょうか。こちらの記事を執筆した永井孝子氏は、紀子様や美智子様お気に入りの御用聞きのようなジャーナリストなのですが、このようなおべんちゃらをひたすらに並べ立てる打文を恥ずかしげもなく披露する様子から、まさにジャーナリストとしてのプライドや矜持のかけらもない売文屋であることが一目瞭然です。あるいは金や知名度と引き換えに美智子様や紀子様という悪魔に魂を売り渡してしまったということかもしれません。ともあれ、わざわざ御用聞きのジャーナリストにため息が出るほど美しい美智子様などといったタイトルの記事を書かせることからも、時に衣装道楽とも揶揄される美智子様がどれほど美に執着されていたかと伺い知ることもできます。ちなみにこちらの記事が掲載されたニュースサイトのコメント欄には、ため息が止まらないほど贅沢な暮らしぶりなどといった皮肉たっぷりの書き込みも見られました。この記事を見て、白雪姫の義母が持つ鏡みたいだと思いました。鏡はいつまでもあなたが世界で一番美しいと言ってくれる、いや言わせている。頻繁に遠い昔の若かりし頃のことを写真付きで記事になってますが、なんだかスマホのない時代のイケてた私を何度も何度も SNS にアップする人みたいで、急に雅子様と絡めた記事もなんだかね。昔の若い頃の写真をわざわざカラーにして、美しいでしょうと言われても、鬼も十八番茶も出花ということわざがあります。若い頃は誰でも綺麗です。どのように年を重ねるかの方が大切。今では面影がありません。そんなことより、この夫婦が亡くなられた後に使う予定の二人専用の火葬場建設はどうなったのでしょう。取りやめになってくれていれば嬉しい。ちなみにあれほどしばしば外出されている割には体調は優れないようで、毎日午後に微熱が出る症状は3年以上続いているとの報道もなされています。またツイッターでは美智子様の左手の異変についても話題となりました。写真を見ればわかるようにミイラのようにシワシワになってしまっています。このことに関してネットでの声はすでに複数の方々が指摘していますが、美智子様の手どうなってしまったのでしょうか。上皇の手と比べると明らかにシワらしきものが多い。アルコール消毒のしすぎ等の理由ならいいのですが、ゾンビみたい、加工の歪みと言われる方もいますが、心霊現象も考えられますかね。生付けの家族写真はよくあるみたいですが、ああやっぱり他の人のポストでどす黒くなってると思ってそう投稿したのですが、こちらの拡大で見るとボッコボコですね。悪いけど怖いです。一瞬リウマチかと思いましたが、変形ないからちゃうか。シンプルにハンドベインかな。まあ年には勝てませんからね。美智子様に関しては以前からストレスで吐血されたり、またそれ以前にも声が出なくなる失声症という症状に見舞われるといったことも経験されております。今回の左手の異常も国民からバッシングを受けているストレスが原因であるかもしれないですね。皆さんはこのような美智子様の左手の異常についてどう思いますか。ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。皆さん、今回は上皇后美智子様に関する最新ニュースを詳しくお伝えしました。新型コロナウイルス感染、集計恐怖による引きこもり生活、捨て身の行動、そして左手の絵師と様々な問題が報じられています。美智子様の健康状態や心の状態について皆さんも様々な思いを抱いていることでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。